ダイネーゼは、イタリアベネト州ビチェンツァ県モルベーナに本社を置く、モーターサイクル、自転車、スキー、スノーボード、乗馬向けのプロテクターやライディングウェアを手掛けるメーカーである。近年では、NASA と宇宙服の共同開発等も言っている。1972年設立。最初に手掛けた製品は、モトクロス用のレザーパンツであった。 設立後間もなく、ロードバイク向けのレザー製品の開発を始め、4年後の1976年には、ジャコモ・アゴスチーニのオフィシャルスポンサーにもなっている。世界で初めてモーターサイクル用プロテクターを開発したメーカーであり、1981年にフレディ・スペンサーにより、キャラミグランプリサーキットでバックプロテクターのテストが行われている。またそれと同時期には、 初めてのニースライダーを発表。当時はプラスチック製の突起物が山嵐の差しのように多数突き出ている仕様であった。1980年代後半にはモーターサイクル向けのブーツの開発、製造を開始。整流効果や背中のプロテクションを目的としたレザースーツのハンプが開発されたのもこの頃である。1九十三年になると後に d テックと呼ばれる。 ダイネセセーフティープログラムを設立。ダイネゼにおける人間工学研究の基礎となった。この期間には医者や技術者等の専門家が集まり、革製品だけではなく、ヘルメットやグローブ、ブーツ等、モーターサイクルに関わるすべての製品の研究、開発が行われるようになった。1994年にはイタリアのスキーチームバレガアズラが、 ダイネーゼ製のバックプロテクターを使用して世界大会に出場。この頃からスキーの分野でもダイネーゼのプロテクターが使われ始めた。1990年代後半に入ると、レザースーツの裾とブーツを連結させるブーツインシステムや、レザースーツの左右に開閉ファスナーをつけた V 型のダブルジッパータイプが市販化された。なお、これらはダイネーゼの特許となっている。 2000年からは D エアープロジェクトを始動、モーターサイクル向けのエアバッグ開発を始める。これは現在に至るまで続けられており、2006年に初めて実地テストに成功して以来、現在ではモートジッピーでも採用されている。2002年には第4世代となるバックプロテクターウェーブを発表。この原型は、 ニューヨーク近代美術館にも展示されていた。日本への本格的な進出は2004年から始まり、東京都世田谷区にダイネーゼ専門店としての第1号店をオープンする。2011年、モーターサイクル、自転車、スキー、スノーボードに続き、新たに乗馬向けのプロテクター開発のプロジェクトを発表する。ダイネーゼのロゴマークはデビルマークと呼ばれ、 悪魔をモチーフにしている。これは設立した1970年という時代が既得権益層に対する反発を生んでいた時期であったことに由来する。当時の若者の怒りを象徴するものとして悪魔がロゴマークに選ばれた。2000年から本格的に研究が始まったモーターサイクル向けエアバッグ開発プロジェクト。大量の転倒データをもとに 点灯時の傾向を瞬時に察知して起爆する傾斜センサー及び走行速度の急な低下を察知する加速度センサーを用いたコードレスタイプを開発している。また内蔵式のため外部で膨らむのではなくレザースーツ内部で膨らむ点も特徴とされる。ありがとうございます。